上野発の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海なりだけを聞いている。私も一人、連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞に見えるだけ。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する、負けとばかりに、津軽海峡冬景色。さよならあなた、私は